はい、皆さんこんにちは、ガムシロです。ということで、メキバシ続きをプレイしていきたいと思います。はい、今がですね、このなんか魔法陣の中にこうなんか、1,2,3,4,5 個なんか何かを入れなきゃいけないみたいで、それをちょっと取りに行きたいと思います。はい、はい、じゃあ全部手に入れたな。てかなんかいろいろあるの？なんこれ？あ、これさっきのやつだ。さっきというかさっきじゃねえや前回のやつかな。あ、ジュースね。違う。この辺は読んだか。読んだっけ。まあいいや。真ん中なんだろう。待て、なんか絵が書いてある。ああ、心臓かな。で、ここがキャンドルか。はいはいはい。あ、これか、鈴だね。奥田どっちだろう。あ、なんか左下の方なんか顔が書いてあるな。これだな。で、これがこっちだ。好、布置完毕。よし、配置完了。いいね、角度的にいいね。え、終わり？あ、終わった。次がメキバシキャンプメンバー木徳前、マスコミュニケーション学科キャンプ副リーダー担当。1996年1月23日生まれ、台北出身。入学早々先輩の女子学生たちを魅了し、瞬く間にキャンプの人気者となった。あー、イケメンか。やべえ先輩と付き合ってるイケメンだ。なんだ、同級生からナイスガイと呼ばれる木徳前だが、みんなの意表をついてキャンプの秩序と規則の維持を担う副リーダーの役を引き受けた。しかし彼はこのイベントでもう一つやらなければならないことがあった。そのことに誰も気づいていない。え？このイベントでもう一つやらなければならないことがあった。誰も気づい、なんかあんのか。可憐的文耀应该快被吓死了吧。如果可以救你就好了。助けてくれればいいけど、これで計画は潰れてしまう。計画？你在哪里？我警告你，你敢吓我就试试看。もうって誰だ？再不去找他就要生气了吧。え、彼女を探す。あ、いた。こいつでしょ。あれ、違かったっけ。え、找死哦。あ、警告过你了。死にたいの。警告したじゃない。そんな怖い顔したら、幽霊も怖がるぞ。我就凶，怎样？我也是担心你啊。结果你看起来完全不怕，我想要展现一下男子气概都不行。少来这种老派的说法。お前はマジでこの女とくっついた方がいいと思う。マジで。直播气氛应该会很不错。あの先輩はやべえ。鬼真的出来了一样。ディスカしてたから。很高兴吧？事情完全照着他的计划走。他开心就好。要是真的可以因为他多点报名人数就好了。奇怪，都过这么久，其他人怎么还没回来？だって、刚刚呼叫的超大声，你有听到吗？我有听到，超惨的，
等下都不知道要安慰他还是笑他了。啊，この子もなんか計画知ってんのか。学姐呢？啊，还在直播，应该是追着文耀过去了。然后刚刚林恩打给我说，大天被笑到快晕倒了，所以他先带他回宿舍了。哦，宿舍？学伴不是更近吗？学生会室，いや学生会室。算了算了，回去找他们吧。好，都听你的。料理も行って、あ、天命たちと会うんか。ん？こんななんかストップとかあったっけ？カメラ。これ回収しなくていいの？てか、終わったんやったらここら辺のやつ片付けた方がいいと思うけど。いいのかね？あ、なん？釣り？あ、なんかある。真夜中に現れる釣り竿は人々の好奇心を引きつける。あ、これなんかあったな。黄色いなんか、黄色いフードのなんか。いや、普通に見ちゃったよ。どっか行ってる。どこ行ってんの？消えた。すぐ行った方がいいな。怖い。待って。あ、彼女どこ行ったの？あのメガネの子。あ、先に片付けなければならない急用がある。あ、びっくりした。もう。やめてくれる？あの音もなく近づいてくるの。先に片付けなければいけない急用ってなんだ？こっちから行けってこと？何？片付けなければいけない休業って禁止、通行禁止みたいなことか。ん？どっち？こっち行ってみる？一応行けるし。何だったんだ？ん？ え？ あ、これで終わりか。あ、終わりではないのか。え？笑い声。大天怎么跑这么快？不是说不舒服吗？可能想到我们吧。俺たちをからかってる。两个小大姨是不是被文耀带坏了？大姨嘛，能玩的时候就尽量玩也好。お、なんか2016年3月テーマ円満な別れ方とは、別れた後は本当に友人関係に戻れないのか。戻れるやつと戻れないやつがいるんじゃない？どうなんだろうね。今月は男女関係で詳しい著名な専門家がいくつかの典型的なエピソードをご紹介しています。すべて自由席で作るってご参加ください。どうなんだろうね。僕は戻ったことはありますね。でも一人だけだな。親友っていうか、まあ友達に戻った感じ。とも、うん、友達だね。あ、え？学生、あ、じゃあ、え？普通に学生寮に行けばいいのか。あら？なんかおらん？え？人呢？消えたけど。なんか絶対おったよね。あのなんかハイデマン的なところに。え、てか、ああ、おった。暗いな。なんかな、暗くなったん？あ、やっぱなんかあるな。あいだ。ん？使用可能なアイテムはミニウッシュ。
警備室警備室物資購入申請書、日常の警備業務に必要な道具、機器及び寮の、なんだ、寮の配電盤修理部品などは申請後すべて警備員室に置かれ一括管理されます。はあ、警備室の鍵。警備員が配電盤の中を保管するスペアキー、正門が故障して関係者と連絡が取れない時でもこれを使えば警備室まで配電盤の予備品を取りに行ける。要は配電盤の予備品取り行けってことか。警備室ってどこ？警備室こっち。搞什么？何やってる？像在玩密室逃脱一样，也蛮有趣的，就陪他们玩一玩吧。脱出ゲームみたい。线索提示应该就在这附近。我老了，这种惊喜我也不喜欢。你的话应该跟年纪没关系吧？你欠揍是不是？殴られたいの？警備室こっちか。あ、ここがさっき来たとこか。じゃあこのまま進んでいけばいいのか？あった。これじゃない？あったあったあった。よし。サイドドアを修理しているように入る。要はぜん、さっき可愛い女の子を見かけたんだけど、あれってお前の学科の新入生じゃないのか？なら紹介してくれよ。年下に手を出すんですか？大人の魅力を教えてやるんだよ。あの、それって巻き髪の眼鏡をかけて上品そうに見えるあの女性のことですか？そうそう、その通り。あ、ダメやん。おい、その子はダメだぞ。どこにいるの？学校の外ですけど、何かまたマーラー鍋を食べるの？はい、この時間帯混んで ないんでキャンプの打ち合わせなら午後からでしたよね。ついでに飲み物でも買っていきますよ。何がいいですか？何でもいいけど、酸っぱいすぎたり甘すぎないものにして。わかりました。それじゃあ僕と同じ無糖の緑茶で。つまんない、ははは。なんだこれ。あ、ちょうだ、来週は私たちの記念日よ。メッセージ削除、てんてんてん、メッセージ削除。あなたは変わってしまったわね。もういいわ、これ以上何を書いても既読にはならない。明日の午後空いてる？会いましょうよ。このメッセージ見えてるんでしょ？ああ、これさっきというかだいぶ前見たな。やべえ女。何をするやったっけ。やべ、国敵は、ああそうや、なんか部品ん、うわっ、失礼しました。警備ノート1。コンピューターがまだ普及していなかった時代の、警備員同士の、記録及び注意喚起のための重要な連絡ツール。各位は次のことを注意してください。先日起きた事故現場の周りに、道路灯が設置されましたが、我々も気を引き締め、これまでこれんよ気を引き締め、よりこまめな見回りが必要です。また同士から、橋の上の護符は絶対に外さないようにと指示がありましたので、巡回の際に合わせて護符の状態を確認してください。学生が近くでたむろしていたり、マスコミが勝手に侵入しているのを発見したときはすぐに追い返すようにしてください。
幽霊女は非常に大きな恨みを抱いています。しかし語符が外れ陰の気が極限まで高まった場合で同志に助けを求めることが間に合わない時が同志から預かった宝剣で身の安全を守ってください。宝剣？剣の設置場所と使用方法は次の訓練時に教えます。これは機密事項です。くれぐれも口外無用でお願いします。1979年6月27日え？っていうことは実際なんか幽霊女出てたんだ。これ何？道具箱。あ、携帯型のモダンなデザイン、高級感のおもちゃ。まあ、待って、なんか聞こえる。何？あ、ラジオか。誰がこの絵を描けたのか、それを知る者はいない。まるで最初からそこにあったかのように、いつの間にか壁にかけられている。ちょ、ラジオ切れないかね。ちょ、キモいんやけど。あ、配電盤の部品。なんかヒューズみたいなやつだな。あー、これだ。手には入れたけど。怖っ。ここは開かないんだ。ふっ、もう。やめてくれる？あ、もう手は出てくる。東湖大学の噂、5人の呪い。2012年に、校内で発見されたキャンプメンバーの、機械なし。その発生時間や過程などは1979年の男子学生が溺死した、警官庫事件と似通っており、死亡者も同じ5人である。ベテラン警備員などは、これは橋ん、なんだ、10日かな、橋の下の、幽霊女の呪いであると信じ、4年に一度の陰の気が極限まで高まる2月29日は十分に注意するように呼びかけている。え？てか赤くね？全体的に。大丈夫？とりあえず戻るか。いや違う、こっちじゃない。もう怖い、普通に。虽然还在放寒假。今はまだ冬休み中だけど、以前もこんな閑散としてたかしら。ああ、对啊。冬休み？今冬休み中なの？冬休みにしてはさ、なんか主人公たち薄着じゃない？オッケー。あ、なんこれ、なんこれ、なんかめんどくせえ。あのバイオハザードみたいなやつ始まったんやけど。ちょ待って、これよくないね、ちょっとめんどくさい。じゃあ、これちょっとやりますけど、まあここちょっとカットします。で、つなげられたら、また再開します。はい、じゃあ飛ばします。これここつなげたら来たんじゃない？来た。まあそんなに時間かかんなかったな。今ロック外れた音したけど入れた。うわ、怖っ。なんでこの暗いん？てか、なんだよ、なんで玄関にこんなにいっぱい置いてあんの？やばいやばい。
なんか上がっていったな。ここら辺見たか。怖。ちょっと待って、でも上に上がらなきゃいけないかね。あれ、中入れない。びっくりしたもん。中入れないのか。電気ついてる。電気じゃない。テレビか。あ、また押せる。次何？ミニバイソンサース。何？携帯式のミニドリンク。2、3口分の量しかなく、喉を潤すには少なすぎる。これを手にできるのは万人に一人だけらしい。该回报厂商维修了。確かに、あるけど、ちっちゃすぎるな。電気消せないの？テレビか。キモいな。ちょ待って。なんかロッカーに隠れるモーションがあるんやけど。確実に何かに追われるやん。これは見たな。うわあ、もう嫌だ。え、何？ハエがたかっとんか。うわ、汚っ。何これ、なんで、なんでハエがたかっとん。うわ、うわ、うわ、ちょっと待って。うわ、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 怖い。うーわ、ちょっと待って、怖っ。でもさっきさ、あの若者みたいなやつ上に上がっていきよったよね。どこまでいけるんだろう。うわー怖い、いやー怖い、いやー怖っ。いや、ちょっと行く勇気がないな、さすがに怖い。とりあえず上行くか。ちょっと怖すぎるわ。4階か。じゃあ、あ、4階だな。何？え、なんかボールが跳ねる音が聞こえたけど。うわー、林恩、大天、赶快出来吧，别再玩了。啊，真是的，受不了他们。他们可能藏在哪里，想要吓我们吧？啊，不然我们找一找每间房间。不要，太浪费时间了，直接打给他们。30件，やば。なになになに、很恶心耶。不是我。哎呦，你先关掉，关不掉就强制关机。切れた。搞什么？鳴き声を止める。你确定你真的没有在闹我？你待在这里不要动。鳴き声。我来想办法。あ、なんか左下になんか。声音从房间里来的，在哪里？啊，ここ。啊，キモ、キモ、キモ。どこ？え？え？あ、これか。え？まだ、え、まだ泣き止んでない？な、なに？あ、ここだ。え、どれどれだ？どれ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 ？え、どれ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 、あ、ここか。こ、あったあった。どこ、え、ちょっと待って。どこ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 、あ、こっち違うな。こっちっぽくない。
ああ、そういうことね。時間内に止めないと殺されるのね。はい。じゃあ時間との勝負だな。オッケー。どこだったっけ？你待在这里不要动，我来想办法。声音从房间里来的，在哪里？どこだった？あ、こっちか。OK。え？はいはいはい。あったあったあった。怖。应该没事了，去找三女吧。要索索索する。で、何この、うわ、キモ。何この部屋、やば。傘邪魔だな。さっき吹っ飛ばしたけど。阿全。はいはい。阿全。え？いや、この部屋もまあまあだな。札がめっちゃ貼ってあるし。阿全。阿全。どこにいるの？え？あ、ここか。え、違う。阿全。ここ阿全。あ。刚刚我也是这样被锁起来。是的。私も同じように閉じ込められて、彼女は何してるつもりなんだ。不管是谁。誰だって捕まえたら、他じゃ動かないから。应该只是恶作剧。ん？何するの？先輩の、あ、ここ、う、え、え、対応する鍵を持っていません。何これ。持ち運び便利で、薬の飲み忘れ防止の機能もある。え、薬？たとえそれが独り言になっても、彼女は手紙の一言一句が、相手の心に届くと深く信じている。ごめんごめんごめん、待っててすぐに君を探しに行くから。何これ。ん？なんかあるわけじゃないのか。飲み薬って何の飲み薬だこれ。鍵持ってない。鍵を探すのか。ん？鍵を探すんじゃなくて、あ、そういえば、あ、踏むな。おい、そこに、そこに、そこに行くな。お前、呪われるぞ。ああ、ああ、赤いヒールがある。あ、最後の手紙には2016年と書かれている。なんだ、石頭？え、違うな。石図やったっけ？なんか、あの、金髪の子でしょ？あなたが亡くなってから、今日で4年が経つわ。私はまだあなたに会いに行く勇気がないけれど、でも本当に会いたい。会いたくて仕方がないわ。私一人じゃ寂しすぎるわ。怖いね。非常に怖いこと言ってる。なんか鍵探さなきゃいけないみたいなことか。あった。OK。これだな。
我从来不知道他有这方面的问题。彼女にそんな目があったら。这是什么？新しいレベル。阿全，你该不会是心软了吧？也没有，只是我现在才知道他的处境。你这就叫做心软哦？それを同情っていうのよ。虽然我也很同情他，不过这是两件事，完全不能混在一起讲，知道吗？可是，哎，记得全。哎，好了，我知道了。我知道该怎么做了。嗯，那就好。ちょ待って、後ろ空いてるよ。いや、行くなって。普通に。等我抓到人，我一定不会放过他。なんで写真撮ったの？好了，证据拍完了，我们走吧。嗯。何の写真撮ったの？なんか変わったぞ、人が。あー、レイ。はい、ということで、とりあえず、まあ、ここで切りがいいので、一旦終わりにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と、登録されている方は、ベルマークの通知をオンにしてもらえると嬉しいです。はい、登録者を増やしたいんで、よろしくお願いします。はい、じゃあ、これで失礼します。さよなら。